どうもこんにちは、速稼塾の久保です。神サプライズという機会でね、この五十肩を瞬時に直そうかと思ったんですけども、ここでね、残念な報告をしなければなりません。腕がまた上がりにくくなりました。いや、あのね、初日に効果がぐっと出たんで調子に乗って動きすぎましたね。で、飛んだり跳ねたりして、ある時ね、雨の日だったんですけども、こうちょっと高い段差をえいってジャンプして飛び降りようとしたんですよ。で、飛び降りたんですよ。飛び降りたら思いのほかね、地面が着地したところがぬかるんでて、おっとってなって手をガチャンとね、両方ついてしまったんですよ。その衝撃で痛みがまた繰り返してきてですね元の木阿弥になりました。いや、だからね、ここで言えることは、あの、神サプライズって治療を受けてるところなんで、治療中はやっぱりね、安静にしとかなくちゃいけないですね。だから、あ、ちょっと調子よくなったと思って派手に動いたりとか無茶な動きすると、これはね、元の木阿弥になっちゃいますんで、やっぱ大事にしないといけないなと思いました。ということで、これからね、第3回目の神サプライズをやっていこうかと思います。今、2月26日の深夜3時なんですけども、これから1時間やると朝4時ぐらいになるでしょ。まあ当たり前ですけどもね。で、それでまた様子を見ようかなと思います。そのまま、いつものね、5時半のライブで調子がどうだったかっていうことをレポートしようかなっていうところですね。はい、じゃあ今回は以上でございます。あの、治療中はね、歯でも内臓でもどこでもそうなんですけども、治療してるところを大事に大事にしなくちゃいけませんね。で、完治した後も無理をしないってことかなと思います。で、私はね、ちょっと今年のね、10月1日にキックボクシングの公式試合に出るんですよ。で、もちろんキックボクシングの格闘技の経験は私はありませんからね。中学生の頃にちょっと空手をやってたぐらいなんですけども、もう中学の頃ですからね、もう完全になくなりました。そんな意識だけは俺はやったるぜみたいなのがあるだけで、当時はね、まああんまり褒められない、ストリートファイトも結構ありましたんでね、時代背景的に。で、あれから随分ね、時間が経って、もう十数年とは言ったら言い過ぎかな、もう何年かも人のこと殴ってないんで、殴り慣れてないですし、もちろん私殴られた経験も本当にないんでね、多分今度リングに上がったら、アマチュアのリングですけども、相当鍛えたやつがね、私にこう突っかかってきてボカスか殴るんだろうなと思ったら、パンチに耐えれるだろうかっていうところもあるんですよ。相手の体重が十分乗ったね、パンチがね、60キロ70キロぐらいの体重のやつがガーンと来るわけですから、クッてもう食らいそうですね。で、あの、グローブで殴られると、なんかその脳にググってガーンとね、芯に来るみたいですね。まあ素でも痛いんですけども、言うてもその、まあ、中学生高校生の頃のこの人のパンチっていうのは素人のふにゃふにゃパンチですから、だから、まあ、確かにね、あの、当たりどころ悪ければ痛いんですけども、まあでも痛いで済むんでね、ちょっとそんなこと思い出しながらだったなと思いますね。やっぱりちゃんとトレーニングして、まっすぐ打ち抜いたパンチってのはグローブの上からでも十分ね、致命傷になりますからね。まあ、本当に死ぬわけじゃないけども、例えばね、2、3週間ちょっと痛みを引きずるようなことにもなったりとか、で、ガーンと食らった瞬間、恐怖がガッと来たらもう戦いに行けなかったり、もう相手に近づいたらもうやられるんじゃないかなと思ったら、もう防戦一方になっちゃってね、もう情けない試合になりますから。まあそのぐらいのことは私ないと思うんですけど、私のこの闘争心と精神力でいうと、この野郎みたいな感じでね向かっていくと思うんですけどねまあ、あの、喧嘩自慢じゃないんで、ちゃんとした試合をやりたいと思いますんで、早く直さないとなと思ってます。はい、試合は10月1日でございます。いってらっしゃい。